ハルトムード・ミヒエルは西ドイツの生科学者。1988年のノーベル科学賞をヨハン・ダイゼンホーファー、ロベルト・フーバーと共に受賞した。ルート・イヒスブルクの町に生まれた。徴兵期間終了後、中便ン,ン大学で生科学を学び、高度講師予菌の a t p アーゼの実験を行った。彼は後に X 線結晶構造解析に必要な 膜タンパク質の結晶化の実験に携わった。ミヒエル、ダイゼンホーファー、フーバーの3人は光合成細菌の持つタンパク質複合体の3次元構造を決定したのである。この膜タンパク質複合体は高化学系2と呼ばれ、光合成を開始するのに重要な働きを持つことが知られている。1982年から1985年にかけて3人は X 線結晶構造解析の技術を使って、タンパク質複合体を構成する1万以上もの原子の配置を決めた。彼らの研究は、光合成に対する理解を深め、植物と細菌の光合成のプロセスの類似性を明らかにした。1987年から、彼は、フランクフルトにあるマックス・プランク生物、物理学研究所の分子膜部門の責任者、及び、 フランクフルト大学の生科学の教授に就任した。1986年、ドイツ科学会では最も名誉のある、ゴットフリート・ヴィルヘルム・ライプニッツ賞。1987年には、生物物理学賞を受賞した。ありがとうございます。